ボグスワフレシチニスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族で、ビエル・コポルスカ地方を地盤とした政治家。1642年よりビエル・コポルスカの総大官を、1650年より王官僚財務長官を、1658年より王官僚副大法官をそれぞれ務めた。またビドゴシチなど6地区の大官でもあった。ポーランドを、 スタニスワフレシチニスキの祖父。ポーランドにおけるカルバン主義の擁護者として知られたラファウレシチニスキの息子として生まれ、1632年から1636年までスコットランド人家庭教師ジョン・ジョンストンを伴い海外留学をしている。1636年に父が死ぬとレシュのラジミンおよびワルシャワのプラガ地区の一部を相続した。 彼は最初ポンメルン出身のドイツ系貴族の娘、アンナ・デンホフブナと結婚して4人の子供を設けたが、死の直前にリトアニア区内長官、アレクサンデル・ラジビュー公の娘ヨアンナと再婚した。ボグスワフはボヘミア教大団の信徒で、1642年にローマカトリックに改修した後もプロテスタントの支援者であり続けた。彼は政務の大議員にたびたび選出され、 1641年には政務議長を務め、郵便家として鳴らした。彼はポズナン県知事クシストフオパリンスキの政治的ライバルで、また国王ブワディスワフ4世の政策にしばしば反対した。1655年にスウェーデンによる侵略が始まると、彼はビエルコポルスカの地方議会からビエルコポルスカ地方の防衛責任者に指名されたが、人々の期待を裏切って、 スウェーデンやその過担者ブランデンブルクプロイセンに取り入ろうとした。郵弁家として有名だったにもかかわらず、ボグスワフは自己中心的な卑劣感という非難を多く人々から受けていた。また彼は国家や王室の財宝などを横領したと疑われていた。晩年のボグスワフはポーランド副大法官の任にあり、政務の大議員たちを買収して自身の 独裁を容認させていた。ある時、彼に買収されていた一議員が彼の政策に反対した際、ボグスワフはその議員に対し、おかしそうに、私が買収し、損ねた野郎は誰だろうなと尋ねたという。ボグスワフの死後、1662年に開かれた政務に集まった大議員たちは、彼から賄賂を受け取っていた人々を求断する、よう、各地方から頼まれていた。 ありがとうございます。